はい、エルカチャンネルの師匠です。2020年も今日で最後ですね。あっという間に1年経ったような気がします。今年はですね、コロナのせいでしたかったことがですね、全然できなかった1年になりました。友達とはですね、ビデオ通話で喋ったりしたぐらいですね。来年は集まれたらいいなと思ってます。それではですね、今年撮影した分をですね、総集編としてまとめましたので、それで今年1年を振り返ってみたいと思います。それではどうぞ。エルちゃん、明けましておめでとうございます。デジタルインナーミラー、 LED の入ったリフレクター、気持ちいい。サプライズです。野球対決をしようと思います。第1回、この漢字なんて読むの選手権。ワンピースの銅像がまた2体ですね、できましたので、動植物園に今やってきました。うつね切り、キリシタン伝説の地、内大陣橋、今まで行ってきた中で一番ヤバいんじゃないかっていう場所です。うわーすごっ。あ、出てきた、正面正面。マジで、いや、手形ですよ、手形。フロントガラスがですね、割れてるんですよ。明るかったぞ、明るなってる。おー、ピコピコいってる。当て逃げーすね。なあ、宿に突撃すればいいのか、俺たちは。無理だと思うよ、いろいろ。車中泊、車中泊始まったね。申し訳ない。エルちゃん、どうだったでしょうか。なんだかんだ言いながらもですね、いろんなことをしたなと思いました。そんなに行けなかったんですけど、心霊スポットに行ったりとか、ワンピースの銅像ができたので、そちらを見に行ったりとか、そのくらいですかね。それではこのあたりで今年最後の動画は終わりたいと思います。皆さん良いお年を。来年も俺にかかって